食パンを落とすと必ずバターがついている方が下になってしまうマーフィーの法則とは失敗する余地があるなら失敗する落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率はカーペットの値段に比例するをはじめとする先達の経験から生じた数々のユーモラスでしかも哀愁に富む経験則をまとめたものである多くはユーモアの類で笑えるものであるが 精神科や学者の中には認知バイアスのサンプルとして捉えることが可能なものも少数あるとの見方もある。ビジネス本、自己啓発本として出版もされた。A History of Murphy's l a w の表紙、マーフィーの法則とは、If Anything Can Go r o n g It Will に代表される経験則や法則の形式で表明したユーモアである。社会学者の小池康氏は、 ニューソート思想のジョセフ・マーフィーの著作のパロディであると述べている。日本でも1970年代前半に小規模な流行があり、1980年頃にはコンピュータ関係者を中心に知られるようになり、1990年代前半に広く流行した。アメリカ空軍から広まったものとされるが、後日のように原型はよく知られている形とは少々異なっている。 一面では高価なものほどよく壊れるに代表されるような自虐的、非観論を具現化したものと捉えることができるが、その一方で常に最悪の状況を想定すべしという観念は今日、システム開発、労働災害予防、危機管理、フェール政府などの分野で現実問題として重要視される考えとなっている。精神科医の高橋慎吾は、このジョーク集には、 経験法則や機能が陥りやすい実例があるという。戦車し始めると雨が降るという言葉に共感する人は、戦車し始めてすぐに雨が降ったという出来事の印象を引きずっているのが原因だとして、もしマーフィーの法則が正しければ雨を降らせたいので戦車しようという言葉が引き出せることになると高橋は主張したという。マーフィーの法則をまとめた書籍として、 マーフィーの法則と21世紀版マーフィーの法則がある。後者は前者から優れた法則のみを残し、新法則を膨大に追加した原文兵器の最新版である。英語版によるとが基本精神であって、その基本的表現はである。歴史的には口述のようにがあり、さらにパワーアップしたに変化した。日常生活デモが知られている。オートゥールによる 次のようなメタ法則もある。マーフィーはズアンオプティミスト、マーフィーは楽天家だった。マーフィーの法則のマーフィーはエドワード・ A ・マーフィー・ジュニアに由来する。彼はアメリカ空軍による急原則に関する研究プロジェクト MX-981 に関わった。MX-981 プロジェクトはこの法則の名前の原点としての伝説のほか、 プロジェクトリーダーのジョン・スタップ自らの志願により人体を使った実験が行われたことでも知られるようにトラブルが大きな危険につながる研究であった。アーサー・ブロックにジョージ・イ・ニコルズから寄せられた手紙の内容に基づく以下のようなエピソードが伝えられている。1949年、エンジニアのマーフィーは空軍研究所からエドワーズ空軍基地に来て、 ストラップトランスデューサに発生した異常を調べ、歪みゲージのブリッジにあった配線間違いが原因で、あると突き止めた。その際に、If there is any way to do it wrong, he will, p-270 の約分 he は、間違えた、誰かを指していると言った、という。数週間後に、プロジェクトリーダーのジョン・スタップ少佐が、プロジェクト外の人物も含まれる場で、これについて紹介したのが、 プロジェクト外にも広がったきっかけとされる。その結果、この法則は軍部内に広まり、各種技術雑誌から一般雑誌、新聞の話題へと広がっていった。そして1977年には、マーフィーズ・ロー・アザーリーズ・ンズ・フォア・シングス・ゴー・ロングが出版され、これは全米のベストセラーにまでなり、今なおウェブサイトや単行本、シンクタンクなどで話題を賑わしている。 というものである。日本では1970年代前半の石油ショックの頃に小規模な流行があった。当時はイギリス式に SOD、S ロとも呼ばれた。また、1981年の時点で生きるにも技術がいる人生工学の発想にて紹介されていた例があり、1988年にはコンピュータ大辞林で紹介されているなど、技術者など一部で知られていた。 エンドは編集長に就任した雑誌月刊アスキー誌でペンネームの法天数 S エンド名で執筆する連載記事近代プログラマの言うにおけるマーフィーの法則の起源をめぐってなど精力的に紹介した。1993年7月にはザ・コンプリート・マーフィー・ズローの役本マーフィーの法則を出版する。同書のベストセラー化で 一般にも広く知られるようになり、家庭や学校や職場や地域でもの法則遊びが流行した。なおの法則というタイトルの本としては、藤井聖堂によるみんながやってる宇宙の法則が1991年1月、宇宙の法則に 3D ステレオコラム集が1993年6月に出ており、ブームの源は一つではない。 1994年2月2日には、カモン・タツオが、シングル、マーフィーの法則を発売。その後、同年6月1日に、シングル、続、マーフィーの法則。1995年1月1日発売の、アルバム、娯楽の伝道に、究極のマーフィーの法則が、収録。2000年8月23日にマキシシングル、ミレニアムの法則。 2003年4月23日発売のアルバム達人伝説にはマーフィーの法則2003が収録されている。1990年代の日本での流行当時は、各々未曾有の政治的、経済的転換点に見舞われ、そこからの先行きが不透明な状況であった。しかし、昨今のサラリーマン川柳のように客観視し笑い飛ばしている麺や、畑村洋太郎の提唱。 リードする、失敗知識データベース、失敗学会のように逆手にとって活用している、側面もあった。同様な観点からの批判として、企業清は、著書で、力道精神医学としての誘導自己暗示を、紹介している。また、真相心理学の世界では、法則11イコール挨拶を、とちりそうだと思っている人は本当にとちるのように、人は、 自己暗示などによって思わぬ行動に出てしまうことがあることをタコアキラは指摘しており、青木智子もユングのトリックスター理論から分析を試みている。その他、エリック・バーンらの交流分析やウェイン・クリッツバーグ等のアダルト・チルドレンの役割類型であるクラウン、マスコット、ファミリー・ペット等の観点から解釈している杉田・ミネヤスのグループ、さらには確率論や 認知科学から説明している、マスダシンやもいる。落としたトーストがバターを塗ったメモを下にして着地する確率はカーペットの値段に比例するユーモアに溢れていて、マーフィーの法則の中でも特に秀逸な法則としてしばしば引用されるものである。アストン大学のロバートマシューズはトーストの転落、マーフィーの法則と基本的定数という論文を発表した。 彼はその論文の中で通常のテーブルを使用した時ほとんどの場合にバターを塗った面が下になることを証明しバターを塗った面を上にして着地させるためには高さ3メートル以上のテーブルを使うべきだという結論を出したマシューズはこの功績により1996年にイグノーベル賞を受賞したバター面が下になる確率が何に比例するのかというとカーペットの値段ではなく テーブルの高さということになる。マーフィーの法則という名が生まれたのは以上のような経緯によると言われるが、法則の内容自体は古くから世界中で様々な形で言われてきたものであった。プロジェクト初期は前身のアメリカ陸軍航空軍。1977年版のマーフィーズローアザーリーズンズホワイシングスゴーロングの著者ノースロップ航空機プロジェクトマネージャーで ジェット推進研究所に勤めたこともある人物、ブリッジ回路の配線は、一般にややこしい。1993年版、マーフィーの法則の冒頭に掲載された法則。小池康氏、セラピー文化の社会学ネットワークビジネス、自己啓発、トラウマ軽装処方、2007年、74ページ。高橋慎吾、超能力と霊能者総書現代の宗教。 八岩波書店、1997年、163から164ページ。ISBN40 億26万782。プロジェクト MX-981。ジョン・ポール・スタップ・ディー・セロレーション・リサーチ。第二次世界大戦終結直後から1950年代に、かけて。AB の上久志、日本語日記に文芸春秋、2000年。 207ページ。ISBN4 から16から71119から5。書出は、週刊文春1994年5月26日号。<vos S 1> h t t p w w w m e r r a m w e b s t e r c o m スラッシュディクショナリスラッシュ sods% に重 h t t p w w w g u a r d i a n c o u k m u s i c m u s i c b l o g 2 0 1 3 April 08 5songs about Margaret Satcher. ありがとうございます。